まあ、入団して1軍への道っていうのはね、決してこう平坦ではなかったと思うんですよね。初戦ドラフト1位として言われて、そうなんですよ。なかなか、苦しい状況の中で1軍になかなか呼んでもらえず、はい、自分のチームの形を模索してたけど、形が見えないという中、はい、まあ、先発が本当は、ね、課題だったんでしょうが、中継ぎとしてこういうふうに、ね、ブレイクするとはという。そうですね、はい。今日は結局梶谷と松田なんですね。ですね、はい、初めての組み合わせ。放送席、そしてヤフオクドームにお集まりのホークスファンの皆さん、見事なピッチングで勝利を手繰り寄せました梶谷投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。7回、2点差に詰め寄られてなおもランナーが2塁、非常に大事な場面だったと思います。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。まあ、長打だけ気をつけて高さだけ頑張るようにしたんですけど、まあ、それがいい結果につながったので良かったです。そこからイニングをまたいで8回もしっかりとしたピッチング、今日は本当に危なげないピッチングに見えたんですが、振り返っていかがですか。まあ、前回の登板が9日前だったので、まあ、不甲斐ないピッチングをしてしまった後、これだけ空いたのでちょっと不安だったんですけど、なんとかゼロで抑えることができて本当に良かったです。本人の今話も出ましたが、7月下旬にやや失点がかさんだ時期がありました。そこから少し登板機会空きましたが、どんなことを意識してここまで取り組んできたんでしょうか。まず一から見直すつもりで、ピッチングスタイルをもう一度見直したんですけど、まあ、こうやって久しぶりの登板がゼロで抑えることができたので、まあ、この9日間が、本当に意味ある9日間だったので良かったです。8月、9月、これから勝負の時期になってくると思います。リリーフ陣の踏ん張りまた必要になってくると思いますが。そうですね、まあ、リリーフしっかりと毎日準備しているので、先発ピッチャーがしっかりと頑張ってくれるので、まあ、その後しっかり勝ちを持ってこれるように一生懸命また頑張りたいと思います。ホークスファンの皆さんも梶谷投手のピッチングに期待していると思います。頑張ります。改めて最後にメッセージお願いします。今日は本当に応援ありがとうございました。明日も試合あるので、また応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。梶谷投手でした。さあ続きまして打のヒーローです。決勝のツーランホームランになりました増田選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。ヤフオクドームでのこの圧を今日はいかがでしたか。よかったです、はい。いつもね、本拠地で打つホームランというのは、最高ですし、大事なところで打ててよかったと思います。あの場面ランナーを置いて右方向へのバッティングでした。ご自身でもこれ納得のバッティングなんじゃないでしょうか。はい、サインが右打ちだったんで、とにかく右方向に打つって、ただそれだけで打席入ったんで、はい、ホームランになってくれてよかったと思います。結果としてそのバッティングホームランになりましたけども、手応えはどうだったんですか。いや、もうスライダーだったんですけど、打った瞬間入ったと思ったんで、はい、でスパイに続くね、得点が入ったんで、はい、良かったと思います。それにしましても松田選手が打ちますと本当に球場さらにチームが盛り上がります。これからも松田選手の打撃非常に大切になってくると思いますが。そうですね、今年はもう開幕してからね、なかなか、爆発した数字を残すことができてなくてね、個人的にもチーム的にも悔しい思いしてるんで、でもやっぱりまだ8月9月勝負のね時期だと思って選手一生懸命やるので、はい、一試合一試合全力でやってきたと思います。カードの頭を取りました。これ勢いつけて3立てでいきたいところと思いますが。はい、もう目の前の試合をねチームみんなで全部勝つつもりで、それぐらいの気持ちじゃないとねダメだと思ってますから、はい、一生懸命やっていきたいと思います。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。では松田選手にマイクを出します。それでは梶谷と初めてなんですけど、ワンツースリーマッチをしたいと思うんで、皆さんお立ちください。できます。ワン、ツー、スリー、マッ
ました。まあ、今日は投打のヒーロー梶谷投手とそして増田選手というヒーローインタビューではあった。